ウィリアム・チャールズ・ハリスは、アメリカ合衆国ジョージア州ジョージア州、グレーディ軍カイロ出身の元プロ野球選手、野球指導者。右と左ひだ現在は、MLB のシカゴ・カブスの三塁コーチを務める。ミルウォーキー・ブルワーズなどでプレーした元メジャーリーガーのアーニー・ライルズは、おじに当たる。1996年の MLB ドラフト28巡目で、 ピッツバーグパイレッツから指名されたが、この時は契約せずに、ミドルジョージア大学へ進学した。1997年の MLB ドラフト90巡目で、タンパベイデビルレイズから指名されたが、この時も契約しなかった。ケネソー州立大学へ転校後の1999年、MLB ドラフト24巡目で、ボルチモアオリオールズから指名を受け、プロ入り。 2001年9月2日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。2002年1月29日にクリス・シングルトンとのトレードでシカゴ・ホワイトソックスへ移籍し、一時は二塁種のレギュラーの座をつかみかけた。2006年にボストン・レッドソックス、2007年にはアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2007年は主に左翼手としてプレーし、117試合に出場した。 前半戦は、右打者のマットダイアズとツープラトン起用され、打率342と打撃好調であったが、後半戦になると不審に陥ってしまった。そして、ダイアズにポジションを奪われる形となった。また、メジャー昇格後初となる三塁手での起用も経験した。同年オフにはシントンナショナルズへ移籍した。その後、ニューヨークメッツとシンシナティレッツに在籍し、 2012年までメジャーでのプレーを続けた。2018年にサンフランシスコジャイアンツ参加の A 級リッチモンドフライングスクールレルズの監督を務めた後、レッツの外野守備走塁コーディネーターを経て、2021年からカブスの三塁コーチに就任した。器用な選手で、もともとは二塁手だったが、2006年以降は外野手としての器用が主となった。 二類の他に、遊撃手、三類種、左翼種、中堅種としてのプレイ経験がある。2008年以降パワーが増し、それまでのシーズンでは多くて2本だった。本類だが2008年以降は少なくても7本類だ、という状況に変化してきている。特に2008年と2010年の2シーズンは、いずれも2桁本類だを記録している。 2004年29盗塁を決めているなど、脚力もある。ありがとうございます。